では時間になりましたので、前回先週に引き続き、今週も尾崎先生に、お話しいただきたいと思います。それではよろしくお願いします。物政研の尾崎です。前回に引き続きまして、もう一回第2回目としてオープン MX 第一元電子状態計算に開発にのから、いろいろな得られた、私たちの経験に関して、2回目お話しさせていただきます。前回のおさらいですけれども、前回まずオープン MX の概要のご説明をいたしました。それから開発公開の経緯、それから開発公開の意図、いくつかどういう計算にこの OpenMX というソフトウェアが利用されているかということに関してご紹介いたしました。それから DFT のソフトウェアというのは世界的にも非常にたくさん開発されておりますので、その開発の状況に関して世界的なその開発状況をご紹介いたしました。でその後こういう状況の下で、デファクトスタンダードのソフトウェアを開発するためにはどういうことに留意しなければならないかということを少しご説明をいたしました。でその後プログラム開発、 OpenMX の開発においてどういうことに注意しながらその開発を進めているかということを少しだけお話をしたというところが前回です。で今回は、それを受けまして、もう少し細かいところを順番にお話ししていきます。でまずプログラムを公開し、いろんなユーザーの方に使っていただく上でやはりその安定性というものが非常に重要です。で安定性の向上に対して、どんなことをしているのかということをいくつかご紹介します。それから、プログラムの公開、大体そのプログラムの機能が実装されてプログラムを公開していくわけですが、その際に私たちがどういうことに注意しながら公開を行っていることかということに関してお話をいたします。それから公開を、一旦しますと、ユーザーの方がいろいろと使い出して、何も問題が起きずにアプリケーションが進めばいいんですけれども、通常はいろいろなその問題が発生していきます。でその時に、ユーザーサポートをどうやってやっているのかということを、それからそれにどう対処しているのか、何かその問題が発生した時にどういう対処を行っているのかということです。それから公開に、公開をしなくても共同研究というのはあると思いますけれども、公開をして、ソフトウェアのその、コード自体を完全にオープンな形で公開していくと、共同研究というものも非常に加速していくと思います。でその際に、どういうポリシーを持って、それからどういう実際上の手続きを持ってその共同開発を行っているのかということをお話しします。で最後の方で講義の最後ですけれども、将来の発展に向けてどんなことを今やっているのかということと、ソフトウェアの開発を進める上で、私たちが考える、何が重要なのか、ソフトウェア開発というものを日本においてその盛り上げていくためにはどういうことを考えて進めるべきなのかという、考えを最後に述べさせていただきます。でまずその安定性向上のいくつかの工夫を順番にお話ししていきたいんですけれども、もちろんその安定性向上の第一歩というのはプログラムのバグをきちっと取っていくと。バグがあるコードは何らかの理由で必ず止まりますので、まずバグを取っていくということがまず一番大事なところです。でその上でバグが大体取れて安定に稼働した上で、さらにその安定性を向上させるためにはどうするのかということをいくつか紹介いたします。で第一元電子状態計算のシミュレーションというのは非常に時間のかかるものが多いです。数時間で終わるものもあれば、分子動力学計算ですね、第一元の分子動力学計算を始めると、数日、長いものでは1週間くらい連続的に計算することもよくあると思います。もちろん大学の計算機センターを使っている場合にはウォールタイムがあるので、1週間連続で流すことはできないかもしれませんけれども、自前のその PC クラスターを持たれている方は1週間連続で流されているという方は、非常によく見受けられます。我々のグループでも、1週間程度も連続稼働して情報を流し続けていると
というようなことをよくやっています。でそういう非常に長時間かかる計算の際に、プログラムがやはりその異常修理をしてしまうということはできるだけ避けたいと。でこの事態が頻繁に起こるソフトウェアに対しては、ユーザーはやっぱりその不満を募らせていきます。まあ、3日も4日もかかったジョブがいきなり理由もよく分からずにいきなり止まってしまって、でもちろんリスタートファイルがあればスタートができますけれども、リスタートファイルがうまく利用できないような状況下の場合には、3日間、4日間のその計算というものが失われてしまいますから、やり直しということになって、非常にその徒労感が大きくなります。で、そういう事態が頻繁に起こるソフトウェアというのは、やはりその選択されなくなっていくと。で、他のソフトウェアの使用を検討するという、まあ、悲しい状況になるのではないかということです。で、いくつかその挙げさせていただいておりますけれども、まず一番最初に重要なことは、まず入力パラメータをきちっとチェックしています。で、不適切な入力値の場合には、エラーメッセージを表示して、まずジョブがその時点で走らないようにするということが非常に重要です。いい加減なその入力ファイルを作って、ジョブを流してしまうと、まあ、ジョブが異常終了すると。まあ、少しこう連続的に走っていくかもしれませんけれども、あるところで異常終了する可能性が高くなりますので、まず入力パラメータをきちっとチェックして、不適切な入力値の場合には、その時点でもすぐにジョブを止めるようにしています。エラーメッセージを表示して終了するようにしています。で、入力パラメータが与えられていない場合、すべての入力パラメータをきちっと与えるということは、特に初心者の方に非常に難しいので、まあ、本当に重要なところだけを与えれば、ジョブが走るように実はしておりまして、与えられていないそのパラメータに関しては、デフォルト値が自動設定されるようになっています。それからもう一つよく私たちがやっていることは、最適化レベルを非常に高くした場合に、コンパイルオプション、そういうコンパイルオプションを設定した場合に、計算が不安定になるルーチンというのが実はいくつもあります。何百、まあ、何千もサブルーチンがあると、中にはその数値不安定性に弱いサブルーチンというのがいくつかあるわけです。でそういうルーチンに対して、O3 のような非常に高い最適化レベル、O3 や他にファーストとか、それから不動小数点演算の何らか その処理をねぐるようなオプションもありますけれども、そういうものを設定した場合に非常に不安定になる、まあ、スピードは速くなるんですけれども不安定性が出てきてしまうと、そういうルーチンがあります。でそういう場合にはユーザーは基本的にはやっぱり早く計算をしたいので最適化レベルを非常に高く設定しがちなんですね。でその際にやっぱり不安定性が出てきてしまうので、それを避けるために私たちは、プログラム中で直接コンパイルオプションのレベルを実はサブルーチンごとに設定しています。いくつかのサブルーチンに対しては設定しておりまして、ユーザーの指定を受け付けないようにプログラムの中で設定しています。で後ほど少しこれに関しても説明いたします。それから変数値、計算が行っていく中で何らかのその異常な計算が行われた場合、ゼロ割をしてしまったり、まあ、そういうゼロ割が起こった後にさらに計算をして、ノットはナンバーの状態になっているようなところを、実はモニターしています。で変数値が、小文字のナン、それが大文字のナン、それからインフィ、それから、大文字のインフィですか。こういう状況になっていないかを、中で実はジョブの中で、シミュレーションが走っている中で監視しています。で監視をしていて、こういう状況になった場合には、まあ、通常のプログラムというのはこの時点で止まると思うんですけれども、実は止まらないように、別処理をしています。分岐をして別処理を行って、この時点で計算が止まらないようにいろいろと工夫をしています。計算が正常にさらに進むように分岐処理をしています。それから、複数の固有値ルーチンを用意しておきまして、オンザフライで計算を監視して数値不安定性が検知された場合には他の固有値ルーチンにそのジョブの中でジョブ その計算が走っている中でユーザーは全く意識をしていないと思うんですけれども、自動で他の固有値ルーチンにスイッチするようにしています。で少しずつ順番にお話ししますけれども、まずその入力値のチェックとデフォルト値の設定をするっていうのは実は結構大変なんですね。入力パラメータが非常に多いのでそんなに簡単ではないと思いますが、
OpenMX の場合には、実は入力補助関数群というのを、実は作成しています。そういうまあ、ある意味ライブラリーのようなものを作っておりまして、input.c というものと input.tool.h という、入力補助関数群を作成して、でこれを使って、まあ、この入力値のチェックとデフォルト値の設定が比較的容易に行えるようになっています。でこれいくつか例を持ってきましたけれども、input string、ストリングを読み出すような入力の場合には、こういうインプットストリングというもので、このダブルコーテーションで囲ったところのをキーワードとして、入力ファイルから値を取ってきています。で、もし、このキーワードが入力ファイルの中にない場合には、ここの後ろのダブルコーテーションのところが、デフォルトで自動的には設定されるように、まあ、そういうふうにして作り込まれています、この関数群を。それから、int、整数値、それからロジカル。これは、まあ、オンとかオフとか、そういう場合ですね。そういう場合にはロジカルというものを使っていますし、それからダブル、バイ精度型の場合にはこういうふうになっていて、で、それぞれキーワードを探してきて、キーワードが探せたら、キーワードの後ろにある値をこの変数値に代入すると。で、もし、このキーワードがない場合には、後ろのこの最後の値をデフォルト値で自動設定するという形をとっておりまして、まあ、この形を取ることによって、まあ、比較的容易に入力値のチェックとデフォルト値の設定ができるようになっています。まあ、こういう形でまず入力値のチェックとデフォルト値の設定を行っています。もちろん非常にたくさんキーワードはあるので、まあ、なかなかそうは言っても管理は大変ではないんですけれども、その中にさらに if 文をいろいろと入れて、個別に一つ一つのキーワードに対して、不正な値が入力されている場合には、エラーメッセージとともに、計算が止まるようになっています。それから、次にご紹介したいのは、最適化オプションの直接設定が実は結構重要だということを紹介したいと思います。もちろん、メイクファイルの中で各サブルーチンごとにオプションを設定するということも一つの手ですけれども、それをちょっとユーザーに要求するのは非常に困難、難しいと思いますので、やはりこちらの開発者側で、安定なルーチンと不安定なルーチンをきちっと認識しておいて、それぞれに対して適切な最適化オプションを設定しておくということが、ユーザーにとっては、利便性を高めることになると思います。で、実際に、まあ、C の場合、これ私ちょっとフォートランの場合にどうやってやるのか知らないんですけども、C の場合には、こういうプラグマオプティマイゼーションレベルというプラグマを設定することができて、ここの、例えばこのボイドアロケーションアトム 3D という、サブルーチンの直前にこのような形で1と書くと、このルーチンに対してはオプティマイゼーションレベルが1に設定されています。で、メイクファイルの中でユーザーが例えば3、O3 と書いた場合でも、このルーチンに対しては1が設定されることになって、3は設定されません。で、書いていない場合には、ユーザーが設定したオプティマイゼーションレベルが適用されます。で、まあ、過去のその10年程度の、まあ、蓄積から、まあ、いろんなユーザーからのフィードバックもありまして、どのルーチンが非常に数値的に弱いかということは大体把握しておりまして、それに応じて、いくつか数値的に弱い、まあ、ゼロ割に近いような状況とか、それから桁落ちが発生しやすいとか、そういうルーチンというのは、やはりそのオプティマイゼーションレベルを高くすると不安定性を起こすことがよくありますので、まあ、そういうものに対しては1を設定するようにしています。で、このプレイ最適化オプションの設定によって、プログラム自体の安定性っていうのは非常に向上します。それから、次に紹介したいのは、計算が途中で不正になった場合ですね、ノットはナンバーであったり、まあ、無限大が出てきたような場合に、まあ、通常の、まあ、研究レベルで使っている場合には、当然この場合にはプログラムは止まって、まあ、何か不正な計算が行われたので、少し改良しながら、もしくは入力値を変えながら普通計算すると思うんですが、
本当に長い数日かかっているような計算の場合に、これで止まってしまうとやっぱり困るので、止まらないように非常にしぶといプログラムを作っていくわけです。なかなかその止まらないプログラムになるように、そういう工夫をしています。で、これを監視しています。いくつかちょっと例があるんですけれども、一番一つ例として挙げているのは、電子密度のその混合を行う際に、RMMDIS 法と呼ばれている方法を使っています。レジデュアルミニマイゼーションメソッド、ダイレクトインバージョンインタレーティブサブスペースメソッドと呼ばれている、通称、プーレイ法と呼ばれている方法ですけれども、そういう方法を使っています。で、その際に、電子密度がだんだん収束してきますと、残差密度が線形従属になってきます。で、線形従属に近づくと、線形方程式が非常にイルコンディショニングな状態になっていきまして、計算が数値的に非常に不安定になってきて、しばしば計算が破綻します。で、その際にこの何であったり、インフィ、無限大が出てきます。で、それが大体ここで起こるということが分かっているので、どうするかというと、その線形係数の値を常にモニターしています。モニター、こういう形でモニターをして、この状況になったら、別処理をします。別処理を行って、計算が正常に、進行するように、少しこう抜け道を作っておくわけです。で、監視を行わずに計算を、続ければ、当然のことですけれども、計算はその時点で破綻をしまして、異常終了するということです。で、こういう数値的にこういう問題が発生しやすい場所っていうのはいくつか実はあって、で、それぞれでこういう変数値のチェックを常にしています。で、できるだけ計算が止まらないように別処理をして、そこを回避していくということをしております。で、もう一つ、これも実は結構シリアスな問題なんですけれども、固有値ソルバーを、いろいろと、ラパックであったり、エルパを OpenMX は使っているんですが、固有値ルーチンはやっぱりその数日間こうずっと回しながらやっていくと、時々やっぱり非常に難しい問題にぶち当たって、固有値ルーチンがきちっと問題を解くことができないという事態が、時々発生します。で、その場合にも、常にオンザフライで計算を監視しています。で、監視をして、数値不安定性が検知された場合には、他の固有値ルーチンに自動で乗り換えるようになっています。で、これまでのそのいくつかの数値実験、我々の数値実験の蓄積に基づきまして、行列サイズごとに安定なルーチン、どのルーチンが一番安定かっていうのは大体私たちは把握しておりまして、サイズに応じて、まず固有値ルーチンを変えています。この場合には、ここに書いてるのは、次元が10の場合、100よりも、10以下の場合ですね。それから100以下の場合、それ以外と、3つに分けています。それからもう一つは、対称性の高い系の場合です。この場合によく固有値ルーチンがこけてしまうんですけれども、特に明確にこけていただければ分かりやすいんですけれども、非常に分かりにくい例っていうのも実はいくつもあって、なんとなく合ってるように見えるんですけども、実は合っていないという、そういう微妙な不安定性がよく出てきます。で、それはどこで分かるかということなんですけれども、固有ベクトルの計算において数値不安定性が実は発生しやすいです。固有値の計算っていうのは、対称性が高い縮体の多い系でも大抵うまくいくんですけれども、その後の固有ベクトルの計算で、計算が破綻していることが実はよくあります。破綻して、完全な破綻ならばよろしいんですが、微妙な破綻というのが実はよく起こっていて、固有ベクトルから、状態数をカウントしてみます。で、固有値から状態数も計算できますけれども、その固有値から求めた状態数と、固有ベクトルから求めた状態数を比較すると、実は固有ベクトルから求めた状態数が実は微妙に正しくないということがしばしば起こっています。で、縮体系の固有ベクトルの精度は、
その2つを比較することで大体分かりまして、うまくもし行っていない場合には、三重対角行列、大抵は三重対角行列のソルバーからその問題は発生しておりまして、自動的に変更するようにしています。でここを例を持ってきましたけれども、この2つの、状態数の差が10のマイナス8乗以上、まあ、10のマイナス8乗クライテリウムにとっておりますが、それ以上の値、差異が出ている場合には何かその問題が発生していると判断して、こういう三重対角行列のソルバーを自動変更するようにしています。でデフォルトはラパックの中の VX D ステ VX と呼ばれているものですけども、それをデフォルトにとっていて、でこれが、まあ、一番私たちの経験の中では安定です。でその後に QR それから DC GR と、まあ、行くに従って、実は速度がこっちに行くとだんだん速くなっていくんですが、なぜかだんだん精度、数値不安定性にの問題がだんだん大きく出てくることになっています。で、まあ、最初はここからスタートしていきますけれども、これでうまくいかない場合にはこっちに乗り換えて、これでうまくいかない場合にはこっちに乗り換えると、まあ、順番にこう選択するようになっています。まあ、そういうことをして、まあ、もちろんこれ全部がダメな場合にはもうそれで終わってしまうんですけれども、まあ、大抵の場合には乗り換えることによって、この問題が回避できることが多いです。そういう工夫をしております。で、ここまでがその安定性向上の、まあ、いろいろな工夫をご紹介しました。で、次にその、プログラム実装の品質テストに関してお話をいたします。まあ、多岐にわたる機能を実装していくと、新しい機能の実装の際に古い機能を壊してしまうことが非常にしばしば起こります。いろんな機能をどんどん付け加えていくので、前の機能を実は壊しちゃってることっていうのはよくあって、でそれをやっぱり一つ一つこうチェックしていかないとやはりいけません。でそれをやっていくと開発速度が著しく低下していきます。どんどん機能を追加していくと前に溜め込んだ機能というのがどんどん増えていきますので、だんだん開発の速度が遅くなっていくんですね。常にチェックばかりをしていて、なかなかその開発ができないという状況が発生していくわけです。でいかにその効率よく、実装、まあ、我々が式で書いたものがきちっと実装されているかということをチェックするか。で過去に作った機能は、新しい機能を付け加えたことによって壊れていないかということを確認する。それはどうやってやったらいいのかということを、まあ、いろいろと工夫をしています。で OpenMX の場合には、OpenMX 本体の中に、自動テスト機能を組み込んでいます。で容易に、まあ、この自動テスト機能を組み込むことで、まあ、比較的容易です、まあ、容易とは言いませんけども、比較的容易に過去の実装した機能のチェックができるようになっております。でここに挙げておりますけれども、まず最初にメモリーリークのテスターを作っています。それから力の計算テスター、それから小規模中規模大規模計算のテスターを実装しています。でその他、構造最適化テスター、伝導計算テスター、マニア関数計算テスター等のテスターを、OpenMX 自体の中に作り込んでいます。外のその何らかのその、そういうテスターをは利用していません。すべて中に組み込んで作り込んでいっております。で、まず順番にお話ししますけれども、メモリーリークテスターですけれども、どういうことをやっているかということですが、構造を固定したまま、構造最適化のループを反復しています。で、SCF 計算もその都度行っています。で、そういう、ずっと計算をこうぐるぐる回してるんですけれども、その際に、プログラム中の定点でシステムコールしています。システムコールをして、V サイズ、これはプロセスの仮想メモリサイズですけれども、V サイズと RSS、これは実メモリ上の使用サイズですけれども、それを常に監視しています。で監視をして、実際のその値を各そのステップごとにどの値を取っているかというのをモニターしています。
で、その実際のリークテストですけれども、計算は非常に簡単で、OpenMX の中にもすでに組み込まれているので、こういうオプション、マイナス ML テストというのをつけて、OpenMX を実行するだけで、このメモリリークのテストを行うことができます。で、これを実際に実行すると、13種類の入力に対して、メモリ使用量の観測結果が、自動で積み重なっていきまして、この mltest.result というところに出力されています。これ一つだけ例ですけれども、見ていただくと、まあ、CPU の、パーセンテージと、それから V サイズ、それから RSS ということで、MD ステップをこう、続けていくと、この V サイズと RSS がある一定の値に今収束しているということですから、この場合にはメモリリークは起こっていないと。アロケーションですね、配列のアロケーションと、それからデアロケーションがきちっと行われているということを示しているわけです。こういう形で、メモリリークのテストを行っています。それから次に、必ず行っていることが力の計算のテストです。シビアでかつ必ずクリアすべき品質テストというのは、全エネルギーと力の計算が無矛盾であることを確かめることです。これ結構シビアなテストなんですけれども、何らかのバグが入っていると、無矛盾であるということはアクシデンタルには起こらないと思います。で、まあ、シビアですけれども、これは絶対にクリアしなければいけない品質テストで、これを確かめています。で、確かめ方ですけれども、これは簡単なことをしておりまして、解析的に計算した力と、全エネルギーの差分から数値的に計算した、これ、まあ、数値的な力ですね。で、その比較をしています。その比較をして、誤差範囲内で、一致しているかどうかということを調べています。で、これも OpenMX の中に組み込まれていて、このテストの際にはこういう形でオプションをつけて OpenMX を実行するだけになっています。で、このオプションをつけて実行すると自動的に37種類の入力ファイルに対して自動的に解析的な力と数値的な力を比較して、最終的には、このファイル forcetest.result というところに出力されています。それから、ここに最後に数字があるんですけれども、これはフラグになっていて、このフラグをつけることによって、その DFT の計算の際の各エネルギー値を個別に調べることができます。で、0というフラグをつけると、すべてを考慮した計算になっています。で、1というフラグをつけると、何も考慮しない。まあ、これは、コアの古典的な空論反発だけのチェックになっています。それから、2というオプションをつけると、運動エネルギー項だけを調べる、そういうオプションになっていて、まあ、これを使うことで一つ一つエネルギー成分がきちっと実装されているかということを順番に調べることができます。で、このテスト計算が終わるとここに出力されて、で、結果はこんなふうに出力されまして、アナリティックフォースが X と Y と Z でこの値、それからニューメリカルフォースがこの値になっていて、その差分がここに出力されますので、まあ、見ていただくと、まあ、これは、まあ、私たちの基準では、両者は、正しいと。正しく、実装されていると。まあ、この程度合っていれば、実装されていると判断しています。で、次に、テストとして行っていることは、小規模と中規模と大規模計算のテスターを、これも OpenMX の中に実装しています。で、多岐にわたるその計算機プラットフォーム上で、コンパイルが正常に行われて、正常に稼働する実行ファイルが生成できているかどうか、これ実はそんなに自明なことではないです。環境が変わると、同じ答えが出るとも実は限らなくて、ちょっとしたこと、コンパイルのオプションであったり、OS のバージョンであったり、確か MPI のバージョンであったり、そういうもので、実は結果が結構変わってきてしまうので、きちっと開発環境と同じ結果が出てできているのかどうかということを確認する必要があります。で、この確認作業というのは実は非常に大変なんですけれども、可能な限りそれを短い時間で行うために、これも OpenMX の中に組み込んだ形でテストが行えるような形で組み込まれています。
で小規模系14種類、中規模系16種類、大規模系7種類の計算をあらかじめ開発プラットフォーム上で実行しておきまして、でその結果を、保存してあります。これはディストリビューションのファイルの中にその結果が実はもう保存されています。で各プラットフォーム上で、同様な計算を、実行して、その参照との差異を比較しています。でこれもオプションをつけて OpenMX を実行するだけで良いということで、最終的には Run Test Result というところにこういう形で出力されてきます。で見ていただくと、DiffU Total というのはトータルエネルギーの、その参照値との差異です。絶対差異ですね、これは。まあ、誤差と言っていいのかちょっと分かりませんけれども、絶対差異です。だから Diff Horse というのはホースの、その差異を、絶対差異を比較したものです。で大体その0が、7個か8個くらいあった場合には、インストールは正常に行えているというふうに判断しています。でさらにもう一つこの機能は、有用で、エラプスタイムですね、実際の実行時間がここにちゃんと出力されているので、各その計算機のプラットフォームの、OpenMX の実行速度を、比較することが容易にできます。でそういう、私たちの、観点ですね、 OpenMX から見た場合のそれぞれの計算機の速度というのは実は結構蓄積があって、どこがどれくらいかということは大体把握しているということです。で、品質テストは大変なんですけれども、時々、私が参考にしている本は、この戦うプログラマーというのは結構皆さん読まれているかもしれませんけれども、これは Windows NT の開発物語が書かれた結構古い本だと思います。でこれを読むと分かるんですが、大変だという。Windows の OS を作るっていうのはもうとんでもなく大変だっていうのがよく分かるんですけども、そういう開発秘話がここに書かれています。それから、時々ちらちら見ているのが、ソフトウェアテストの293の鉄則という本、これでなくてもいいですけれども、こんな本を時々見ています。で、メッセージですけれども、これを読めと言っているわけではないんですけれども、品質テストは、とにかく大変なんですね。大変であるということがよく、この本にもよく書かれていて、他の本にも多分書かれていると思いますが、とにかく大変だということがよくわかります。で、しばしばこの品質テストの際に引き合いに出されるのは、このブロックス・ジュニアという方が書かれた論文で、ノーシルバーパレット、銀の弾丸はないというタイトルの論文があるんですけども、なんか魔法のツールはありませんよということが、こういう論文でも書かれてますし、この2つの本にもそれがもう山ほど書かれてるんですけれども、そういう、魔法のツールはどうもなさそうだということがよく言われています。でもちろん私たちは、可能な限りその効率的にそのテストを行うためのいろんなツールを開発していますけれども、それ一つ開発して、開発のレベルが一つ上がると、その段階でまた新しい問題が発生してきて、そこの段階でまた何か開発しないといけないんです。何か、テストを行うための何らかのその、やり方を開発しなくてはいけなくて、それはもう多分終わらないんです。ずっとずっと続けないといけないことで、これをやっておけば絶対大丈夫というそういう方法は多分なくて、その都度その都度は工夫して品質テストの方法を編み出していかないといけなくて、なかなか大変だなということです。で、ソフトウェア公開の際、ここまでなんとか乗り越えてソフトウェアを公開していきますけれども、私たちが考えていることをちょっといくつか列挙してみました。で広くその一般に公開し、多数の研究者に活用されるソフトウェア開発を目指すということであれば、やっぱりその開発者の都合ではなくて、常にユーザーの視点に立って開発を進める必要があるであろうと思っています。で、これはなかなか大変なんですけれども、もう研究ではなくなってくるとかもしれませんけれども、少しちょっと大きな考えを持って、科学技術の発展のためであると。ひいては社会の発展のために、大きなそのビジョンを持ちまして、
まあ、長期にわたるやっぱりなんか何らかの形での、まあ、無償ですね、無償のボランティアがやっぱり必要じゃないかなと思っています。なかなかちょっとこれ見返りがないんですね。なかなか見返りがないんですけれども、まあ、将来的には必ず役に立つであろうという、そういうかなり遠い大きなビジョンを持って、そういうソフトウェアの開発を、それから公開をしていくことが必要であろうと思っています。それから、何か新しいソフトウェアを開発して公開を皆さんされている方もいるかもしれませんけれども、まあ、そういう方はよく分かっていると思いますが、ユーザーは非常に厳しいです。非常に厳しくて、まあ、自分のことも考えればよく分かります。私はまあ今 WindowsOS を使っていますけれども、まあ、WindowsOS をまあ正直褒めたことはないかもしれませんね。常に何か文句を言っているかもしれません。まあ、それは我々のこういう科学技術系のソフトウェアを開発している立場でも全く同じで、使っていただく方っていうのは、非常に厳しくそのソフトウェアを評価すると思います。で、長期にわたってそういう批判に耐え続けて、で、それを糧に改良をし続ける、やっぱり精神力がないと、多分途中でだんだんその元気がなくなっていくんです。最初はいいんですけれども、いろんな方に何かいろいろ文句を言われて、で、その時点で諦めて、公開をして、ボランティアでやっているにもかかわらず、感謝もされずに何か文句ばかり言われているという、そういう考え方を持ってしまうと、まあ、その時点で多分もう続けることは非常に困難になると思いますので、まあ、それを糧に改良をし続けるやっぱり精神力がないと、長期にわたってはちょっとやれないんじゃないかなというふうに思っています。で、実際の公開ですけれども、これはちょっと私の考えですが、ちょっと一つ強く主張したいんですけれども、やっぱり公開は英語でやらないといけないと常々思っておりまして、日本語でやるというのはよろしくないと思います。で、その意図ですけれども、まあ、ウェブ等を通してソフトウェアの一般公開を、した場合には、ユーザーは国内にとどまりません。で、将来のその大いなる発展を考えるならば、ソフトウェア公開に関係する情報、マニュアル、テクニカルノート、フォーラム、データベース等は、やっぱりその英語で公開することが、まあ、ベターと書きましたけど、ね、ほとんどマストではないかと私は思ってるんですが、まあ、ベターであると思われます。で、日本国内の学生等のチュートリアル等では、資料は日本語でもよろしいんですけれども、やっぱ基本は英語で、日本語資料は英語から逆に起こす、その逆の形を取る方がベターであろうと思っています。で、それは何でかっていうことですけれども、世界的に評価されたソフトウェアでないと、結局はその日本国内でシェアを取ることはできないと思います。まずその世界の荒波で揉まれて、その後に日本で展開するという方向が、まあ、こちらの方がよろしいと。で、その逆ですけれども、まず日本で揉まれて、その後に世界展開というのは、多分これはほとんど不可能で、まあ、将来の長期のビジョンを持っているならば、やっぱりその英語で公開して、世界でまず揉まれて、世界で評価された後に日本で展開していくという方向が、やっぱりよろしいんではないかと私は考えています。で、公式ウェブ、まあ、皆さん、これから開発されている方は、まあ、公式ウェブ持っている方もおられるし、これから持とうという方もおられるかもしれませんけども、公式ウェブを情報共有のやっぱ拠点にきちっとしていくことが重要だと思います。で、計算を始めるにあたり、必要な情報を分かりやすい形で提示することが必要です。ソフトウェアの紹介、ダウンロード情報、マニュアル、インストール情報、テクニカルノート、出版論文一覧、ユーザーフォーラム、ワークショップ情報、データベース、開発者一覧、社事等の情報をきちっと分かりやすい形で英語できちっと公開していくことが重要だと思います。で、ソフトウェア開発の永続性を目指して、で、かつユーザーに対する安心感をやっぱり獲得する、長期にわたる安心感を獲得するには、やっぱり独自ドメインを取得した方が私はよろしいんではないかと思っています。で、OpenMX の初期の段階、最初の段階は独自ドメインは取っていませんでしたけれども、比較的初期の段階から
独自ドメインを取って、公開、ウェブの公開をしております。で、マニュアルの作成時に、留意していることですけれども、マニュアルに記載された計算を、ユーザーがトレースできるように、そのマニュアル作成時に非常に注意して作っています。で、同じ計算を実行し、マニュアルに記載された結果と比較しながら理解できるように配慮しています。で、ソフトウェア公開版にはマニュアルの計算に用いた、入力ファイル等も含めておりまして、マニュアルを見ながら全く同じ計算がユーザーがトレースできるような形で公開をしています。で、先ほども申しましたけれども、日本語版を作成し英語版を作るというのは非常に実はハードルが高いと思います。一回やっぱり日本語版を作ってしまうと、それを英語に訳すというのは非常にハードルが高くなって億劫になると思いますので、私たちはまず英語版を作成し、その後に日本語版を作成するということをしております。で、今200、日本語版と英語版2つのこういう冊子を作って、時々講習会等で配布してるんですけれども、日本語版の方が208ページ、かなりの分厚いものですけど、208ページのマニュアルを作っています。英語版の方も大体200ページ弱のマニュアルを作って、配布をしていると。でも全く同じものがウェブ上でも、HTML の形でも見れますし、それから PDF の形でもダウンロードできるようにしております。で、実際のその OpenMX リリースの実際を、ご紹介いたします。で、まずその情報集約をしています。数ヶ月前に、次期リリースに関して、開発者の各位に連絡をしています。で、寄与できる、もしくは寄与したい機能があるか、その開発者に紹介をします。で、ある場合には組み込み作業を共同で実施しています。で、その後に、自動テスターを用いて、インテル、AMD、IBM、日立、富士通等の環境下で、先ほど申しましたけれども、メモリーリークテスター、力の計算テスター、小規模、中規模、大規模計算テスター、構造最適化テスター、電動計算テスター、ワニア関数計算テスターという一連のテストをそれぞれのプラットフォーム上で行っています。で、大抵、私たちは開発は基本的にはそのインテルの PC クラスターで行っておりますので、他の環境に持っていくとやっぱり問題が発生することが非常に多々起こっておりまして、その都度問題は修正し、再度テストを繰り返すということで、それぞれの環境下で、このテストが全てパスできるまでそのループを繰り返しています。で、その段階で、一応リリース版ができまして、マニュアルウェブの整備に取り掛かります。で、新しい機能に関してマニュアルに記載します。で、マニュアル中の計算はほぼ全てユーザーが再現できるように入力ファイルも整備します。で、同様な内容をウェブ上に反映しています。で、この2と3のプロセスですね、テスト実施とマニュアルウェブの整備はなかなか大変なんですけれども、この2と3に要する時間は大体フルタイムで働いて1ヶ月くらいかかっているということです。で、開発の最初の段階ではやっぱりテストのその項目も少ないので、比較的簡単にこの2と3の手続きが取れたんですけれども、だんだんプログラムがやっぱり大きくなってきて、だんだんこの2と3のステップに要する時間が非常に長くなってきておりまして、まあちょっと悩ましいところなんですけれども、だんだんこのリリースすること自体が大変になっているという状況です。それから、ユーザビリティ向上への工夫、ちょっといくつか紹介いたします。まずウェブ上で多くの情報を蓄積しています。それから第一原理計算の場合には、私たちはギポテンシャルを用いておりますので、ギポテンシャルとそれから規定関数のデータベースを構築しまして、自由に使える形に公開しています。まあ、全部の周期律用に対してこれらのデータベースを供給できればいいんですけれども、今のところ75種類、よく使うであろう75種類の元素に対してデータベースの構築を行っています。
それから様々なベンチマーク計算の結果と使用した入力ファイルをウェブ上で公開しています。で、ベンチマーク計算の結果は、ちゃんとは数えておりませんけれども、まあ、1000に近いレベルのベンチマーク計算の結果をウェブ上で公開しています。で、それに使った入力ファイルも公開しておりますので、それをもとにユーザーの方は、同じ計算をトレースして確認することができるようになっています。それからインテル、AMD、富士通、日立コンパイラー、MKL ですね。MLK だ。マスカーネルライブラリ、MKL ですね。ACML 等を用いた場合のコンパイル方法とトラブル対処法を、きちっとPDF の形で公開をしています。それから無駄な計算を避けるために、計算が異常終了した場合に対処するため、様々なリスタート機能を用意しています。先ほど数日から長いものでは1週間くらいジョブが、走っているということですけれども、もしその異常終了が起こったり、それからウォールタイムでジョブが途中で切れた場合でも、その途中の段階から計算が再スタートできるように、いろんなリスタート機能を用意しています。SCF 計算のリスタート、それから準ニュートン法による構造最適化のリスタートもできるようになっています。準ニュートン法で、近似ヘッシュ案が少しずつ更新されていきますけれども、その近似ヘッシュ案も、保存しておりまして、ほぼ完全にその途中の段階から、近似ヘッシュ、そこでの得られた近似ヘッシュ案を用いて、リスタートがかけられるようになっています。それからワニア関数の再計算、それから電動計算における透過率と電流の再計算と、リスタート機能を用意しています。それから、非常に大規模な計算を始めると、計算自体がその、数千コアを使って計算をしてきます。で、その際に、ジョブを投げた後に、途中の SCF の様子を見ながら、ちょっと SCF のパラメーターを見ながらコントロールしたいという要求が実は結構ありまして、オンザフライでその途中の経過を見ながらパラメーターをいじることができるような、SCF 計算のオンザフライコントロールということができるようにしています。で、ユーザー、だんだん使っていただいて、ユーザーからのフィードバックが返ってくるわけですけれども、ユーザーサポートをどんな形で OpenMX はやっているかということを、順番に、ご紹介いたします。で、まずそのウェブ上で、OpenMX フォーラムというものを設けております。で、できるだけそのユーザー間の情報共有を促進するように努力しています。同じ質問に対してはそのユーザーフォーラムを見れば大体わかると。何度も何度も同じ質問をされないようにそこで情報共有ができるように工夫はしております。で、それでも対応が必要となる不具合に関する問い合わせは、平均すると大体月に 1,2 回はあります。で、これまでにユーザーからのリポートによって、100個レベルのバグ、まあ、軽微なものから、まあ、どちらかというと要望に近いものも含めて大体フィックスされております。で、これはやっぱりその公開の大きなメリットで、いろんな環境下でテストしていただいているということなので、それはちょっとやっぱり我々で全てテストをすることはできないので、まあ、それは非常に公開の大きなメリットではないかと思います。で、ユーザーサポートをユーザー自身が行う、スーパーユーザーの成長を期待しているんですけれども、まあ、それはなかなか簡単ではなくて、まあ、少しずつ全く私が一度も会ったことのない方がこのフォーラム上で結構答えてくれるということも最近増えてきてるんですが、まあ、まだ十分ではなくて、もう少し今の数倍そういうスーパーユーザーの方がいるとだいぶ皆さんの間で私も楽ができますし、まあ、ユーザー間でのコミュニケーションももっと広がるんではないかと思っています。それからユーザーサポートとコミュニティ形成のためにこれまで3回の国際会議を開催しておりまして、12回のワークショップを開催しているということです。で、まず OpenMX フォーラムですけれども、2005年に OpenMX のウェブ上でこのフォーラムを設けました。不具合等の報告やユーザー間の情報共有を行っています。
で、これまで、700件程度の問い合わせがありました。で、それへの回答を含めて投稿数は大体1800件程度あると思います。で、ユーザー間の情報共有はかなり、進んでおりますけれども、もう少し開発者側の回答者数と回答者の方と、それからスーパーユーザーがもうちょっと育ってきていただけると嬉しいなと思っているところです。で、ちょっとだけ他のソフトウェアのユーザーサポートを紹介したいんですが、これは Win2K の場合ですけれども、ギポテンシャルの作成の際に参照するためにオールエレクトロンコードの Win2K を購入しまして、メーリングリストにも加入いたしました。で、大体毎日、3から4通のメールを受信しております。で、Win2K はユーザー数も多いので、3から4通のメールを毎日受信するというのは特に驚くことでもないんですけれども、ちょっと驚いたことがあって、過去数年ですね、Win2K を購入してから、その開発の、ファウンダーの責任者のブラハ先生が、ほとんど毎日返信しているので、正直すごいなと思いました。Win2K の、その開発とその普及にかける情熱は、なかなかちょっと真似ができないというか、すごい見習うべきところではないかと思っています。で、ワークショップの開催ですけれども、コミュニティ形成のためにやっぱり時々顔を突き合わせて集まって議論するということが重要だと思っておりまして、2007年から、少しずつ始めておりまして、12回ほどワークショップを継続的に開催しています。で、うち国際ワークショップを3回ほど、開催しておりますし、それから、これは台湾大学ですね。台湾大学であったり、それから南京大学等でも、ミニワークショップを開催しております。そういう形で、できるだけそのコミュニティの形成に努めているということです。で、次に公開をして、いろんな方に使っていただくということをしておりますけれども、次の、段階としてさらに開発を進める上で、やっぱり共同開発、こういう公開ソフトウェアの共同開発をどうするべきかということに関して、これは私たちの経験に基づくものを少しだけお話しさせていただきます。で、これまでその OpenMX の共同開発では、基本的には来るもの拒まず、去るもの追わずのポリシーで共同開発を行ってきました。で、いずれの共同開発の場合においても、共同研究者に丸投げの形は取っていません。可能な限り計算手法及び実装内容を理解するように努めています。それはいくつか理由がありまして、リリース後に該当する部分のバグ対応やメンテナンスが必要となります。で、我々ボランティアベースで共同開発を行っておりますので、開発をして、その後その開発した方が興味のある経緯に対しては応用計算をするわけですが、その後のそのメンテナンスですね。メンテナンスに関しては、正直本当にボランティアですから、時間を割くということは、そう簡単ではありません。多くのケースではそれに対応しようと努力は見られますけれども、各研究者はそれぞれの課題を持っておりますので、何かその問題が発生したとしても、即時対応は無理な場合が実際のところは多いです。で、もしその完全にその開発の際に丸投げしておりますと、ファウンダー、私が今この開発責任者になっておりますけれども、開発責任者もそれに対して対応が取れないので、その該当する部分ですね、コードのその共同開発した部分に関しては、機能が死ぬわけです。対応ができないので、もうその時点で終わってしまうということになっておりまして、それを可能な限り避けたいので、やはりその丸投げは避けずに、一緒にその開発を進めています。で、こういうふうにしておけば、責任を持って何か問題が発生した場合にも、少なくとも一人は対応できるということになるわけです。で、そういう
長期的な視点を持ちながら共同開発を進めていかないと、ちょっと人間、これ共同研究っていうのはやっぱり開発っていうのは人間関係から成り立つものですから、大抵その新しい機能を追加するっていう時には最初は盛り上がると思うんですね。頑張りましょうということで頑張るんですが、その後のリリースの後のメンテナンスのことになると、やっぱり皆さん二の足を踏むことが多いので、そこまで含めて先々のことを考えてやらないと、いろいろと後々問題が発生することが実はよくあって、まあ、そういうところまでよく考えて共同開発をやっぱり進めるということが重要なんではないかと思っています。で、共同開発の実際ですけれども、まあ、通常、まあ、皆さんも同じだと思うんですが、まあ、双方の同意の下で共同開発テーマをまず決定します。で、定式化を実施します。私が行うことがあれば、先方が実施する場合もあるし、一緒に指揮をいじくりますということもよくあります。それはまあケースバイケースです。で、2で得られた定式化と現行のプログラムのまずデータ構造を重ね合わせて検討します。私は大体プログラムの構造を理解しておりますが、新しく参入されていく方は、まあ、式は書けますけど、それをどう実装するかということは白紙の状態で来られますので、まず書いた式がどのデータ構造に合わせて作れるかということをまず検討して、プログラミングのその大筋を共有します。で、プログラミングの次にその分担を決めます。で、ケースバイケースで割り当てを決めております。私が実は100%全部作ってしまう場合もありますし、先方が100%の場合もありますし、半分くらいずつ分けて開発するということもしています。で、実装を行い、テスト計算を実施します。で、ここでも前回そのデバッグの方法をちょっとだけ紹介しましたけれども、結構皆さんデバッグで止まることがよく多くて、まあ、私がそのデバッグに参戦することも実は結構よくあるということで、特にメモリのアロケーションで皆さん止まることが多くて、あまりそういう経験がどうもない方が多いようなので、前回紹介させていただいたという次第です。で、そこまでうまくいくと論文を作成してマニュアル作成の上でリリースということです。で、今までこういう流れで、ノンコリニア DFT であったり、ワニア関数であったり、バンドアンホールディング法であったり、NEGF、NEB、ナチュレルエラスティックバンドの方、エフェクティブスクリーニングメディウムの方法、それからストレスなどの、機能が共同開発されてきました。で、共同開発も実際、これはあくまでちょっと私たちのやってる方法ですけれども、まあ、プログラムの組み込みやデバッグの際には、2つのプロジェクターでプログラムを並べて表示して、まあ、ペアプログラミングというのをよくやっています。で、ペアプログラミングをすると結構効率的です。2つ画面並べて該当する部分をお互い同時に見ながらやっています。で、まあ、もちろんそれ効率的なんですけども、実は副産物も結構あって、相手の技術であったり使用しているツール等も分かって結構勉強になるんですね。自分が知らなかったことを、ツールとかもいろいろと皆さん使われているということがよく分かって、結構意外な発見があるので、まあ、ペアプログラミングもしよろしければやってみてください。で、次にそのプログラムの保守管理に関してお話しいたします。私たちはどちらかというとオールドファッションのやり方をとっておりまして、あんまりちょっとアドバンスではありません。で、バージョンアップには必ず特定のマシン A でバージョンアップをしています。このマシンはもう固定です。もう過去十数年常に同じマシンでやっています。で、その際に今3.7ですけど、3.7XX としてバージョンアップしています。で、他のマシン上で見つかった問題や改良も必ずこのマシン A 上の最新バージョンに反映させています。で、共同研究者と最新バージョンを共有した際には必ずマシン A 上のバージョンを1つ上げるようにしています。で、共同研究者の改良もしくは付け加えたルーチンには特定のマーカーをつけておいてもらって、グレップで検索できるようにしております。で、それから共同研究者に
テクニカルノート、改良ノート、参照となる入力出力ファイルを用意してもらって、マシン A 上の最新バージョンに組み込みます。で、多くのケースでは先ほどご紹介したペアプログラミングをして、顔を付き合わせてプロジェクターを2つ、少なくとも2つ用意してペアプログラミングの形で組み込むということをしています。それからプログラムの保守管理に関してですけれども、もう少しです、付け加えたいんですけれども、紙媒体で改良報告書というのを作っていて、こういう形で改良報告書をずっと蓄積しています。事案発生日、事案解決日、改良バージョン、事案の概要、事案解決の概要等を簡潔に記載しまして、ファイリングしています。本来これは電子媒体にして共同研究者間で共有すべきところなんですが、そこはちょっと遅れておりまして、私のファイリングの、本棚だけにありまして、これはちょっと今後の課題ではないかなと思っています。そうは言ってもずっとどこを改良したかというのはファイルで1番2番とこう番号をつけてずっと管理をしています。次にそのバグの報告があった場合の、私が思うベストな対処法というのは、可及的速やかに対応することだと思っています。で、バージョン3.7のリリースの後に、すぐにユーザーから複数の不具合報告がありました。で、バグフィックスし、速やかにパッチをリリースしました。これまでに10回のパッチを、リリースしています。で、公開ソフトウェアはユーザーによって、非常に様々な計算機環境上で試験されていると言えます。ユーザーからのフィードバックに対し、速やかに対応していくことで、頑健なロバストなプログラムソフトウェアとして成長していくのではないかと考えています。で、この作業を怠るとソフトウェアは徐々に死んでいくと、だんだん使われなくなって死んでいくということになるかと思いますので、バグの何か報告があった場合には、とにかく可及的速やかに対応しないといけないと思っています。で、大体ここまででおしまいなんですけれども、将来の発展に向けたいくつかの展望を、どんなことを考えているかというのを最後に紹介します。まずその独自性の追求が重要であろうと。新しい計算仕様開発のプラットフォームとして、今後も活用していきたいと。単に目新しいだけではなくて、シミュレーションのその可能性を拡大していくような、やっぱりその有用な手法、新しいかつ有用な手法を開発したいと思っています。で、物質化学研究に役立つということが非常に重要だと思っておりまして、新しい実験技術に基づく物質化学の研究をサポートできるシミュレーションツールとして発展させたいと思っています。で、特にそのスペクトル計算機能の充実が、今後の課題であると思っています。それからユーザビリティの向上も重要な課題だと思っておりまして、長期的な観点から物質化学のシミュレーションの発展を考えた場合には、やっぱりそのグラフィカルユーザーインターフェースの開発は必須であろうと思っています。この GUI の開発は、プラットフォーム依存性が大きく煩雑であり、これまで私はちょっと私たちのグループは二の足を踏んでおりましたけれども、ウェブベース GUI に可能性を感じています。今後のその開発計画、詳細は述べませんけれども、さらなる高精度化、小メモリー化、多機能化の追求ということで、こう課題をいくつか挙げまして、計算の高速化と小メモリー化、スペクトル計算、ストレス計算、TGA を超える方法論開発、電気伝導計算の多機能化、それから分子動力学計算の多機能化ということで、並行していろんなことを同時進行しています。それから物性研の、ソフトウェアコード化支援ということで、今年度から始まっているんですけれども、そこに採択されておりまして、物性研のその事業によって、この青い部分ですね、固有チャンネル解析と電流密度解析の部分を、開発に協力していただいております。そういう形で、まず多機能化、それ高速化、高精度化、小メモリ化ということで、ここは別に脈々と今までと変わらず続けていくということが重要だと思っています。
それからユーザビリティの向上に関して少しだけ最近新しい試みをしています。第一元電子状態計算のユーザーの裾野は広がっています。で、実験可の測定装置の一つとして積極的に活用しています。で、将来のさらなる普及を考えると、ユーザーフレンドリーな GUI の提供はやっぱり避けて通れないのではないかと思っています。で、GUI の開発はプラットフォームの依存性が大きくて、通常第一元理計算のプログラムを開発されている方は、そこは私の仕事ではないという、立場が普通ではないかと思います。で、私もそうなんですけれども、その一つの理由はやっぱりその環境依存性が大きくて、たとえ1個作ったとしても、それがユニバーサルにいろんな環境で使えるとも限らなくて、その都度その都度対応が必要なので、そういう煩雑なことに関わりたくないというのは、通常普通ではないかと思います。で、ただし、少しだけ私が可能性を感じているのは、ウェブベースであれば、その問題が解決できる可能性があるんじゃないかと少し思っています。で、HTML ファイル、CSS3、JavaScript、CGI、jQuery、WebGL 等は、ほぼ全てのブラウザーがサポートしておりまして、で、ユーザーはダウンロード、インストール、プラグイン等なしで、計算ができる。簡単とは言いませんけれども、計算が行うことができるので、今までその GUI の開発につきものだったプラットフォーム依存性というのが非常に大きく軽減される可能性があるのではないかと思っています。一つ作ればどこでも動くと、そういう可能性があると思っておりまして、実はそういうインターフェースを今少し作ってるんですけれども、こういう形で入力からそれがジョブを投げて、それを解析するというウェブベースのインターフェースの開発を少しだけ今始めています。で、最後ですけれども、ソフトウェア開発、今まで何度も何度も申しましたけれども、非常に長期戦です。で、あまり、ソフトウェア開発は重要だと、多くのところで言われていますが、頭で分かってても、なかなかその心では分からないという感じで、あまり本当のところはやりたくないという思っている方が実は結構多いんじゃないかなと思っておりまして、プロジェクトの研究で大体2年から5年くらいは、しょうがないからやるという感じの場合が多いのかなと思っています。ただし、ソフトウェアで本当にデファクトスタンダードを取ろうと思った場合には、最低20年は頑張らないといけませんので、正直なところ、あんまりやりたくないっていうことを20年も頑張ることはできないので、やっぱり、ソフトウェア開発自体を、やりたいっていう、やりたくないことではなくて、やりたいことに変えない限り、20年は頑張れませんよと。で、そういう、ちょっと意識の改革をしていただかないと、ぜひやりたいことですね。あまりやりたくないことから、ぜひやりたいことに発想を変えない限り、世界に濁していくソフトウェアを開発することは難しいんじゃないかなというふうに思っています。で、ソフトウェアを育てるために2つ重要かなと思っておりまして、まずチャレンジを許す環境を作ると、それからもう1つは芽を伸ばす環境ということで、チャレンジを許す環境の方は、若い研究者の方々がソフトウェア開発を研究主題とできるような環境を整えることが重要であろうと。で、結果として多くの試みは失敗に終わる可能性が高いんですけれども、そこから何か新しい芽が出てくる、そういう環境を作ることが一つ重要ではないかと。で、その可能性の土壌を豊かにしておくことが肝要だと思います。で、それはやっぱりコミュニティとして、そのソフトウェア開発を盛り上げるような何かそのアトモスフィアをやっぱり作っておかないと、そういうことにチャレンジする方はなかなかいらっしゃらないんじゃないかと。チャレンジを許す環境を、コミュニティとしてやっぱり作っていくことが一つ重要だろうと思っています。で、もう一つは芽を伸ばす環境で、多くのチャレンジの中から芽が出てきて伸びる可能性のある試みがあるんじゃないかと。で、そういうものを取り上げて、サポートする体制を作るということが次の段階になるかと思います。で、デファクトスタンダードソフトウェアの多くは20年以上の開発期間を要しておりますので、長期的な視点からソフトウェア開発を
やっぱりサポートしていくと。これもコミュニティとして、それを仕事としてきちっとできるという、そういう土壌づくりというのが実は結構かなり重要で、いろんな試みがあると思うんですけど、途中でやっぱりディスカレッジングされてだんだん消えていくという、そういうプロジェクトが多いんじゃないかと思うので、そこはちょっと一人ではどうにもなりませんけれども、そこが実はヨーロッパとはかなり違うところなのかなというふうに思っています。で、最後ですけれども、これほとんど似たような話を、実は2007年の K のプロジェクトが始まる、理研のシンポジウムで、次世代スーパーコンピューティングシンポジウムというところで、ほぼ同じような話をしているんですけども、その時の最後にこんなスライドを使ったんですが、オープンソースコード開発における所感で、性の効用としては知識の共有化、知識の融合化、して仕事の量が減りますよと、そんな効用があると。で、負の効用としては、やっぱりそのコミュニケーションが増大するというのが結構実は負の効用で、ちょっと時間がなくなっちゃうんで、あまりにもその大変になってきて、そういう負の効用もあると。で、当時は少し牧歌的な感じでやってたので、最終的にはこんな結論に至ったんですけれども、GNU GPL 的な自由スタイルを取りつつも、現実は開発責任者がコードの整合性、手法開発の妥当性等の責任を払う必要があると。で、現実的なこういう開発の会というのは、外との連携を保った家内工業的な、開発体制を作るのが、そういう体制がやっぱり一番プロダクティブなんじゃないかなというふうに今でも考えています。あまりに手を広げすぎるっていうのは、それもまた問題かなというふうにも思っています。で、最後まとめですけれども、今回は、特にそのソフトウェアを、公開にあたって、ロバースト性をどう向上させるのか、それから公開にあたって何を我々は考えているのか、で、公開した後にどんなことが待っていて、で、最後に、将来これからソフトウェアを公開して広げていかれると、そういう思っておられる方に対しての、私たちが考えている大事なところということをちょっとだけお話しさせていただきました。以上になります。